チャオゆりこたえがです。皆さんこんにちは。今日はゲームの話にしたいと思いますが、まあ話っていうよりが広告があります。 Twitch が始まりました。イエーイ。 Twitch 日本語で Twitch はまあいろんな方が知ってると思うなんですけど、世界中に多分一番の有名なゲーム生配信のサービスです。で、この前は YouTube でちょいちょいでゲームやってみたんだけど、ちょっとやっぱりそのライブも今すぐ遊びたい、今すぐあなたたちと話したいものがやっぱり Twitch じゃないかなって思ってて、で結構知り合いやってる知り合いも多いし、もう楽しそうやなって、私は家に遊びながら、あ、Twitch やればいいんじゃんかと思って、面白いシーンがいっぱいあると思うんですけど、で今回は始めるのやつがパパンこちらです。デッドバイデイライトデッドバイデイライト一番最初をやってみたいと思います。結構怖いやつだよ。見て、怖そうや、めっちゃ怖そうやな、ちょっとやだぐらいんだけど、やってみたいと思います。で、ユーザーネームはこちらです。ポポン、ぜひフォローしてください。で、せっかくだからちょっとゲーム実況をやってみたいと思います。どうぞ。やばい、見た。やばい、見た。まあ楽しいわね。なんか本当家に絶対誰も見られない状態も見られちゃうから、まあ結構楽しいと思います。ぜひこんな感じで好きだったらサブスクライブもお願いいたします。で、サブスクライブについてちょっと話したいことがあるんですけど、結構大事なから聞いてください。毎ヶ月のサブスクライブは5ドルぐらいかかります。で、この5ドルは私の動画の広告はなしで見られます。だから結構その広告とかパンパン、これとか何もないからすごくいい感じで見られるし、応援もしてる形になりますので、ぜひよろしくお願いします。でもにしたいの人がアマゾンプライムとか持ってますか？アマゾンプライムが持ってる方がこの5ドルはタダになります。そう、無料になりますので、その Twitch プライムが有料会員の無料になって、まあアマゾンプライムがあればそれでもうタダなしで見られるのがラッキーだと、結構楽だと思います。まだ Twitch プライムがしてないの方はぜひよろしくお願いいたします。あとはTwitch の面白いところがドネーションもできるので、例えば今日は頑張りましたとか、あ、今日はビビったんですとか、お金が流してくれても OK だし、ぜひあればよろしくお願いします。嬉しいです。いっぱいいっぱいゲームでもっと上手もになりたいし、結構その自分の本当ゲームが3歳もう生まれてからやってるから、あんまり上手じゃないんだけど本当大好き、毎日ぐらいやりたいと思いますので、ぜひ応援がよろしくお願いいたします。
じゃあ、ではまたよろしく。ぜひコメントしてください。わからないことがあればぜひコメントしてすぐ返事にしたいと思います。あとはいいねボタンしてこの動画をシェアのお願いいたします。またねー。